ハワード・フィンケルはアメリカ合衆国のプロレス団体 WWE のリングアナウンサー。愛称はザ・フィンク。2002年までリードリングアナウンサーを務め、近年は WWE のパブリケーション業務を担当していた。1975年、ビンス・マクマホンシニアの WWWF 時代から WWE に在籍し、1977年よりマディソン・スクエア・ガーデンにおける定期戦のリングアナウンサーを担当。以降は団体のリードリングアナウンサーを任され、ブルーノ・サンマルチのボブ・バックランド、ハルク・ホーガン、ブレッド・ハート、ショーン・マイケルズ、ジ・アンダーテイカー、ストーン・コールド・スティーブ・オースチン、ザ・ロックなど WWW 界 WWF、WWE の歴代のトップスターをコールした。MSG のリングで選手をコールするハワード・フィンケル1970年代後半から1980年代前半にかけては新日本プロレスが当時の WWF と提携していたこともあり、アントニオ猪木、藤波辰巳、坂口誠二、ストロング小林、キラーカーン、ミスター斎藤、リッキー長州、タイガーマスク、前田明、ザ・コブラなどニューヨークに登場した日本人選手も数多くコールしている。ブレッド・ハート全盛時のニュージェネレーション期の WWE では悪徳マネージャーのハービー・ウィップルマンとの抗争アングルが展開され、1995年1月9日には初めて試合に出場し、ウィップルマンを相手にタキシードマッチを行った。1999年からはトニー・チメルや2002年にはリリアン・ガルシアとも争い、8月26日のRAW では彼女とのイブニングガウン&タキシードマッチが行われている。以降は RAW のリングアナウンサーを正式にリリアンに任せて第一線から退き、近年は WWE の広報部門に携わりながらレジェンドセレモニーなどで時折アナウンスを担当した。30年以上にわたる WWE での功績を称え、2009年にはWWE.com のトークコーナーバイトディスのホストやコラム執筆を手掛けていたこともあり、リッキー・スティムボートのニックネームザ・ドラゴンの名付け親でもある。2011年11月20日にマディソン・スクエア・ガーデンで開催されたサバイバーシリーズではアルベルト・デル・リオの施設リングアナウンサーであるリカルド・ロドリゲスに対抗し、CM パンクのゲストリングアナウンサーとして登場した。2012年7月23日の RAW1000 回記念放送 RAW1000 では往年のレジェンドが大挙登場したヒース・スレーター対リタセンのリングアナウンサーを務めた。2020年4月16日、69歳で死去。ありがとうございます。